慢で話しませんか。イエーイ。プリズマックスの森崎ウィンです。イエーイ。そして本日は、はい、ソリディモの手島キトです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということでこれはね、対マンで、はい、まあ自分のグループメンバーじゃない他のグループのメンバーと対マンの子を語り合おうというコーナーですよ ね、 そうですね。ただただ2人で話すっていう話すっていう、はい、もう次からお茶を用意しよう。ここに用意しましょう、うん、それじゃでも長居しちゃいますね。そうだね、はい。どういうこと？長いって言ったの？飲みながらすっげー語っちゃう。そうそう、それいけるね。でも次やりたいよね。それでもなんか今日なんかテーマがあるんですよね。はいはいはい、テーマがちょっと出していいですか？いやもちろんお願いします。こちらライブ。お。ということでライブ。はい。ソリディモは近々は。ね、あ、そうですね。24日にツアーのファイナルがあるんですよ。イブに。そうなんですよ。オーマイガー。イブにツアーファイナルとクリスマスイブ、うん、クリスマスライブが。あの豊洲ピットであるんで。マジで、はい、ピット。いやそうなんですよ。でもやばいですえわでもいいなピット。いやでも楽しみですね。わいいね。まあ、今結構いろいろ構成とか考えてて、うん、まあもう結構詰めてる方なんですけど、うん、なるほど。そう、どういう曲してで、クリスマスだからこういう曲いいんじゃないかなとか、いろんな盛り上がれる曲ちょっと用意してるんで。カバーも歌ったりするかもですね。なるほどね。はい、じゃあ純粋に1個聞きたいんだけどさ、はいはいはい、ソリディモのライブ初めて見た時に、はいはい、あのブルーノの Just Where You Are やってたじゃん。あ、やってました、やってました。そう、あれめっちゃなんかアカペラでやってたじゃん。やってました、やってました。で、コーラス。あ、はいはい、コーラスをどう決めてるのかなってすごい気になってて。あ、なるほど。でも結構、うん、まあ、8人いるんで、例えばボイパーできるメンバーいて、うんうん、で例えばベース、木俣くんがベースやってるんですけど、うんうん、いっちゃほんと低いのが出るんで、ほうほう、それはもうベースパートになって、うん、それ以外のメンバーは例えばもうリードを決めて、うん、でそれ以外はこういいところが出るような、例えば、ファルセットが強いメンバーが いたりしたらもうそれはもうハイ。あ、もうハイのところで、でローが安定する人はローだし、はい、でミッドのこの中音域が強い人はミッド。え、それ例えばそのハモの、うん、ハモのなんて言うんだろう、コーラスのアレンジって自分たちでやる、それともなんか先生とかいたりとかして。最近は結構入ってもらって、新しい先生に入ってもらって、コーラスアレンジしてもらってるんですけど、それまでは結構サブリーダータケちゃんがピアノで、もともとアカペラグループで腹筋学園っていうやってたんで、うんうんうん、だからそれでタケちゃんに結構作ってもらったりして。マジでタケちゃん中心でみんなで作って、こっちの方がいいんじゃないみたいな。やば、なんか俺プリズはツインボーカルだから。いや、まあそうですよね。そう、一応ほらレコーディングでハモるけど、ハモ、はい、ジハモとかですか。そう、ジハモって何。ジハモって何。ジハモって何。なんていうんですか、ジハモ、言葉のハモ。あ、ジハモ、そうそうそう、はい、字のハモ。あ、そうそう、ジハモ、ジハモ。そうそうそう、うーとかじゃないってことでしょ。うわとかじゃない。そうそう、うわじゃない、そう、はい、じゃなくて、あ、ジハモ、そう、ジハモなんですよ。あ、なるほど。そう、まあ、ツインですもんね。ツインだから、なんかそれでもこう見たときに、まあ、年齢も近いじゃん、はいはいはい、からなんかすごくなんかかっこいいなって。あ、本当すか。純粋に思って。で、ゴスペルとかがすごく好きで。あ、本当すか。そうだ、テイクシックスとか大好きっす。俺この間行きましたもん、ライブ。行ったの？ビルボード、ビルボード。マジで？ビルボード行きました。ビルボード俺も行きたいの。え、マジですか？そう。ビルボード行きましょう。行く。え、行きましょう。そう。てか大好きなんですよ。やばいよな。やばいっす。そう、だからそれを見て、それでも見て、かっけーと思って。はい、今度さ、はい、プリズと。一緒やりたいですね。そう、いや、プリズと一緒ってなると、はい、多分そのあれだから、もうこの縁だし、俺が一人で行くよ。あ、なるほど。待って、俺が直接もう事務所に行って、はいはい、もう行くよ、俺が。あ、じゃあそれでいいもん、プラス、うん、ウィン君。ウィン君。あ、そうそうそう。大丈夫、大丈夫ですかね。あ、大丈夫、絶対勇気を呼ばないから。あ、なるほど。そうそう。どっちにしろ。それは助かります。勇気、喋んな、喋んな、大丈夫だ、喋んな。でウィン君もね、プリズマックスもそう、はい、ライブありますよね。ありますね、はい。ありがとうございます。12月23日と24ですね。で、ちょうど25だけオフで、26からまた仕事って。マネージャーの闇かっていうか。なるほど。そうなんですよ。ちょうど。でも23ライブあるっていうことで、僕らも結構、はい、てかライブ行きたいんですけど、なんか行けなかったんですよ、ゼップの時に。あ、そう、なんか意外とさ、もう被っちゃうんですよね、同じタイミングよね。そう、土日とかだったら。そうだよね、被っちゃうんですよね。じゃあ今回 2days にするよ。あ、本当ですか、うん、あ、じゃあ行きます。ソリディモを見てもらうだけのため。いや、マジですか。めっちゃ豪華じゃないですか。え、じゃあてか俺らも逆に質問あって、はい、逆にボーカルグループなんで、はい、まあ、言うて振りはやるんですけど、はい、なんか例えばダンス曲みたいな、まあバリエーションとしてはあるわけじゃないですか、うんうんうん、そういう時に結構踊りながら歌うのがきつい。あと、しかも、ね、例えば何だろうな、高いとことか、はい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 、結構ずっと高いメロがつき続く時とかって結構息荒れるじゃないですか。上がりますね。あれどうやってるんですか。あれはね、もうね、
顔真っ赤になって後ろ向くまで疲れた顔を見せないって。なるほどなるほどなるほど。ラララララやってで前向いたらパッイエー見て。なるほどですね。もう自分との戦いです。でもウィン君の発声の感じだったらすごい楽に出そうですけどね。いやめっちゃしんどいです。本当ですか。ボイトレの先生にめちゃめちゃ怒られながらやってます、俺めっちゃ声好きですよ。いやいや俺です。いやマジですマジです。アキト君もね、ジャストリューめっちゃ良かった。いやいやブルーノ大好きだから。あ、そう。ブルーノカバーやられたらもう、でもすごい見ちゃうわけよ。あ、てか一番最初に喋った気がする。あのラジオに出た時にプリズンさんの、うん、多分ブルーノの話した。ブルーノ好きってなって。多分そうそうそう。シャドウも。そう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 。アカペラやってっつって。そう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 。でもうめちゃめちゃ逆にすげえ深く見るから、めっちゃオーマイガーって思ったから。いや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 。いやちょっと嬉しかったです。やりましょう。いいですか。本当そうですね。ちょっとマジでやろう。やりましょう。マジでやろう。そうコスプレとかそういうの好きだったら絶対楽しいと思う。絶対やる。やりましょう。ちょっとこう確認するやつです。あのピッチを、うん、あれなんていうの。ピッチパイプとか。ピッチパイプあと音差とかでガーンってやったり。あ、すげえ。ちょっと喋りすぎたみたいですちょっと喋りすぎた。はい、ということで以上、対マンで話しませんかは終了です、はい。次回は誰と誰が、話すのでしょうかということは皆さんお楽しみにお待ちいただけたらなと思います、はい。そしてこの対マンで話しませんかのですねシリーズは断然サンシャインにて、絶賛放映中でございます。過去のシリーズも、ぜひ皆さんご覧になりますのでチェックのほどよろしくお願いします。お願いします。ということで終わりで、プー、オッケー、せーのバイバーイ。すいません。